タッタッツ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 タッ、これ水んとこ、あ、通れるじゃん。びっしゃびしゃやでー、びしゃびしゃやでー。じゃあびしゃびしゃで行くか。これ通れんのかな、エレベーター覚えてない。え、じゃあ次どこ行くのかね。あ、まっすぐ行くのか。コア、え、あ、こっちがコアなのか。うわあらあら、プルルルル、なんかいたぞ。え、ちょっと待って、今の誰？ここには誰もいないはずなのに。だ、大丈夫、今さら、心配してもしょうがないしね。誰だろう。あ、そういえばさ、一個やりたいことあったんだよね。ちょっとやってきていいっすか。大丈夫、すぐ済むからさ。だっつった。ここここここ、ここでさ、電話かける、パペル3台に。なに？ RG01 と RG02 がサボっているだと。あいつら、お前をぶっ殺すよ、明示で置いたのに。別にお前をぶっ殺させたいわけじゃないけどな。でも、ぶっ殺そうとするだけならいいだろ。あー、すごい。すごいいいこと言ってるかも。あれ様、貴様をもうちょいで捕まえるとこだったよね。あそこでも怒ってもらえないのかな。かわいい。もうアイスクリーム全然おごるよね、僕が。一緒にアイスクリーム食べようじゃん。もうそう、あれがね、知りたかったね。なんか結構さ、このゲームさ、細かいじゃん。そう、だから、電話結構かけていった方が面白いのかなってさ、ふと思って。で、まあここで、あれですね、定期電話をしよう、ワンマイルに。まあ今からちょっと危ないところに行こうとしてるっぽいからな。なんか雰囲気超変わったけど。よし、いよいよだね。エレベーターでコアの最上階に上がって。いけるのかな、これ。動かない。え、なんで、なんで動いてないの。じゃあ、右へ進んで、そのまま上へ。右ね、OK。 え、何もないよ。そのまま上へ進んで。おかしいな、そんな場所、マップには載ってない。まあいいや、左の通路から回ろう。なんもないもんね、なんか燃えてるけど、なんだろう。あれか、アルビーの知らないところで改造されてる。よし、こっちなら通れるはず。あ、危ない。マジックが帽子から飛び出してきた。え、マジック、じゃあ見つめてみようかな。え、どれを見つめますか。え、じゃあチェイサーオーブ、不屈のチェイサーオーブは見つめられて弱くなった。あぶらかたぶら。おおおお、あ、これ追尾してくる。痛い、あ、痛い、なんかすごい不気味な目つきだ。え、じゃあもう一回見つめちゃうぞ。こっち、恐るべきコーナーオーバー、見つめられて弱くなった。あぶらかたぶら。おー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 、気のせいな。やい、ありがとう。びっくりした。どうして、こんなにたくさん、モンスターが。でも、平気だよね。とにかく、先へ進む。不安になってるな。一回電話するか。パンピルスー、誰も出ない。一人で進むしかないのか。え、これ通れなくない。スイッチを押さないと向こう側へ行けないみたいだね。でもスイッチを押すとレーザーも起動しちゃう。レーザーの順番よから覚えてね。オレンジオレンジ青、分かった。3本目の時だけ止まるんだよ。分かった。おい、いった。早いよ。早かったわ。そんなにすぐ来ると思わなかった。嘘だ、大丈夫だった。ごめんなさい、中盤間違えちゃった。え、全然全然見えてなかったから大丈夫だよ。え、でも心配ないからね。そのまま右へ進んで。大丈夫かな、これ多分アルフィーの言うことは多分もう全然違うんじゃないのかな。道が分かれてる。ここは右へ行ってみて。
わかったよ。待って、やっぱり上かも。じゃあ右へ行くよ。あれ？こっちの道が正しかったのかな？またレーザーだね。オッケー、今度こそ任せて。レーザーをオフにして通れるようにしてあげる。あれ？オフにならない。ハッキングできない。大丈夫、全然余裕だから。ノードごとオフにしちゃえばレーザーも止まるはず。はい、今のうちに行って。すごいな、こんなにレーザーあったの。うわー、ちょっと待った。あ、動けなくなっちゃったよ。電源が勝手に復旧しちゃって。あー、もうどうなってるの。私がもう一回電源をオフにするから、その間にちょっとだけ進んですぐ止まってね。かかった？そうすれば怪我しないから、多分。オッケー。おい。おい。おい。いけたいけた。ありがとう、アルフィー。ほらね。私の言った通りでしょ？大丈夫。私に任せて。これメタトンがやってんのかな、もしかして。そんな気がしてきたぞ。さっきの上のルートちょっと行きたかった。行っとけばよかった。次はね、わかんない。なんか私の地図とは違ってるみたい。ごめんなさい、私もう切るね。あ、自信を失ってしまった。あたりにオゾンの匂いが充満している。ああ、これはでもアルフィーのためにも。あ、そう、アルフィーのためにもちょっとしっかりクリアしてあげたいなって気持ちになってきたな。力になれないことをきっと彼女は今悔いてるというか、あ、どうしようって思ってるだろうからな。北は戦士の道、西は賢者の道、いずれも道は丸やつの子。東は？あ、ちょ、通れない。東、終わり。じゃあ一回行ってみるか。え？東へ、そこが終わりだ。我は戦えぬ、我は思案もできぬ。だが耐え忍び待つことができれば道は開かれるだろう。ここ通れないよね。でも東、なんかこんな子ある。目箱の中に、これ拾うとどうなるんだ。なんか拾うとなんか起きそう。拾ってみようかな。はい、以上。これ拾ったことによってなんか分岐しそうだな、このゲーム。北の間は夢が終われば開かれるだろう。おい、びっくりした。泣き武者とファイナルフロギーが現れた。ファイナルフロギー、謎の行動ってなんだろう。やってみたい。謎の行動してみよう。ファイナルフロギーは、この世にはまだ知らないことがたくさんあると思った。ふむふむ。ファイナルフロギーがなんか、なんだこりゃ。うわ、痛い。無理なんだけど。しっかり逃がせ。こちらの目を見つめた。祈ってみようかな。ひらまずき、安全を祈った泣き虫は、正しい心を取り戻した。まだ希望はある。よかった。で、これ回復させてくれるし、痛いし。優しい気持ちを、優しい気持ちを受け取ったらさ。優しい気持ちを受け取ったらさ。死ぬのなんだ。食らっちゃうよ。闇の中から傭兵たちが、くんないと。あ、これ全部寝てくれるんじゃない？歌うと。懐かしい子守歌を歌った。くんないとは眠そうだ。くんないって。油固め。めっちゃ弾幕ゲー始まった。
を叩きつけた。もう一回歌おうね。少しだけ目を閉じた。グッバイ。あー、先に右からやるべきだったか。ふわ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 。おやすみ。ふい。これはね、ちょっと遅くてね、まだ避けやすい。はい、おやすみ。シンクル、ほい。これ一人ずつ、なんかどっちも苦手なんだったらさ、あれなんかね、実は。二人とも、逃がせる状態になったら、一気に逃がせられたりするのかな、実はね。よし、こっち。あ、ちがちょちょ。間違えた。おなおぶ。見つめちゃうぞ。危なかなぶな。はいはい、はい、逃がす。電線やめてー。悪夢だー。ファイナルフロギー、まずはその行動通るぞ。この世にはまだ知らないことがたくさんあるよな。逃がして。やばい、これ避けられるかな。待って、無理かな。自信ない。よかった。あー、まだゆっくりだな。やっぱあれが二人で攻撃してくるときはゆっくりなんだ。まずなきむちゃんに祈ろう。あ、では祈るよ。で、回復できるんだけど、ててて、欲張ったことによってもう全てが台無し。見透かしてる？からかうなって言ってたもん。からかわないよ。やっと通じたか。おう、そうだぜ。お前の言いたいことは分かった。だからこっちに攻撃をするんじゃない。はい、はい、はい、はい。回復したい。回復したい。お、なんかが、これね、あれじゃない？さっきのさ、ビリビリが解除されたんじゃないか。俺がセーブポイントまで戻させてくれ。戻りたい、戻りたい。さあ、あ、これでね、通れるようになってたんだよね。普通に出てきたわ。ナンシー？びっくりした。からかってないのに。からかうなって言われたから失敗したのかと思った。そしてここでもセーブができるではないか。この入り口の奥に思わぬ知られて続くエレベーターがあるはずだ。行くか。あ、ほんと？本当にラスボス？やっと来てくれたね、この子ちゃん。ついに君と僕との結成の時だ。暴走したロボットを停止させるって。君は大きな勘違いをしているよ。故障。プログラムの修正。笑わせないでよ。すべて大掛かりなお芝居さ。そう、やらせたよ。君は初めからアルフィーに騙されていたんだ。彼女は仮面越しに君を見守るうちに情が移ってしまって、君の冒険に加わりたいと強く願うようになった。そこで、君の物語に自分を登場させることにしたのさ。パズルを起動したのも、エレベーターを止めたのも、僕に君の邪魔をさせたのも、全部アルフィーだよ。ありもしない危険から君を救い出すためにね。そうなの？そうは見えなかったけどな。それを言われてもなも、なんか信じられない自分がいるけど、あれは演技だったってこと？そうすれば君は彼女は立派な人だと思うだろう。実際は違うのにさ。そして間もなく彼女の最大の見せ場が訪れる。今、アルフィーはこの部屋の外で待機してるよ。バトルが始まったら途中で割り込んできて、僕を停止させるふりをするつもりだ。ピンチに瀕した君を助けるためにね。これで晴れてアルフィーは君の冒険のヒロインになる。君は彼女に感謝する。あまり帰らないでという願いすら聞き入れてしまう。かどうかは見てのお楽しみかな。とにかく僕はもうこんな茶番に付き合わされるのはごめんだ。僕には人間を傷つけようなんて気持ちはけほどもないのさ。そうなの？僕はみんなを楽しませたいだけ。観客に最高のショーを披露するのがエンターテイナーの務めだ。そのためには、どんでん返しが欠かせないよね。
あれ？どうなってるの？ドアが勝手にロックされちゃった。皆さん、残念ですが、この番組は本日で終了します。でも最高に盛り上がる最終回スペシャルをご用意しましたよ。ほー。ストーリーもアクションもバイオレンスも全てがリアル。新番組、進撃のキラーロボットをお楽しみください。え？なんでこれ黄色なんだ？ひっくり返る。ひっくり返ってみるか。このままだと間違いなくひっくり返って死ぬことになるだろう。さあ、コアのレイアウトを変えたのは僕さ。モンスターたちに君を襲わせたのもね。でもちょっと詰めが甘かったな。その100倍いい方法があったよ。僕が自分で君を殺すのさ。これ？え？その戦いぶりを見る限り、君は弱すぎるね。この先へ進めば、アズゴアに魂を取られるよ。その魂でアズゴアの人間を滅ぼす。はい。はい。メタトン。メタトンは、でも僕は君の魂をいただけばそうもならない。人間を滅びる運命から救えるよ。これどうしたらいいの？これどうしたらいいの？え？じゃあアイスクリーム食べまーす。君の魂を使って僕はバリアの外へ出る。そしてついに夢を叶えるのさ。何百人、何千人、いや何万人もの人間が僕のファンになる。あ、撃てるんだ。あっ、あー、なんか撃てたわ。まあでもメタトンはさ、モンスターじゃないから出れるんじゃないのかな。実は華やかなスター生活が手に入るの。そのために何人か殺すことになっても、それがシャーベツの世界というものさ。中で何が起きてるかわかんないけど、諦めちゃダメだよ。いざとなったら最後の手段もあるし、実はね、まだ開発中の機能だから笑わないでね。メタトンっていつも前を向いてるでしょ。それは背中にスイッチがあるからなの。ただ、だから後ろを向かせて、そのスイッチを押せば、そしたらメタトンにダメージを与えられるようになるよ。じゃあね。どうにかしてメタトンに後ろをひっくり返す。メタトンに後ろに鏡があるよとされた。え、鏡。最終回だし、身だしなみを完璧にしたいとな。どこだ？見当たらないぞ。めっちゃわかりやすくスイッチって書いてある。え？僕のスイッチに触ったな。え？え？これ止まるの？おー、イエス。仕方ないなぁ。僕のスイッチに触ったということは、僕の新しいボディを見たくて仕方ないんだね。まったくお行儀が悪いんだから。でも幸い僕も見せたくて仕方なかったよ。だから君には素敵なお礼をしてあげよう。君の最後はダリ華やかに演出してあげるよ。ダリ視聴率やばいんだけど。